どうも皆さんこんにちは。新作の部屋のサクでございます。初めての方はじめまして、いつもご視聴いただきましていつもありがとうございます。さあ、ということで今日なんですけども、私ですね、こちらの G スクエアさんに来ております。はい、ということでね、今日もまた素晴らしい車を見せていただけるということでやってまいりました。いつもの森田さんがかっこいい車で迎えに来てくれると思いますんでね、ちょっと待ってみたいと思います。今日も楽しい車をね、見せていただこうかなと思っております。まあ、ぼちぼち来ると思うんですけど、まあ、あえてね、今日何の車が来るかっていうのは私知らされていませんので、あえて後ろ振り返らずに待ってみようと思います。でも仮にね、スーパーカーとかだったらエンジン音がうるさくて多分来るはずなんですけど、バーって言って、でも静かっていうことは、あ、なんか来てますね、来てますね、なんか感じるものがありますね。感じるものはロールスロイスや。あ、お世話になってます。あ、お世話になってます。お世話になってます。はい、お待ちしておりました。ありがとうございます。はい、森田さんです。ディスカの森田です。はい、どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。今日も相変わらず決まってますね。ありがとうございます。はい、あ、今日僕何の車で来るかちょっと知らされてなかったんですけど、はい、まさかのロールスロイスで。ロールスロイスで、こちらでお迎えに上がらせていただいたんですけど、はい、もっととっておきの車とかぴったりのお車が。マジですか。はい、入荷いたしました。ついにエンツォフェラーリに入荷しました。いや、なんか違う。そこまではない。はい、じゃあ、はい、早速ね、行きたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとこれ乗っていいんですか。はい、もちろん。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。これでもすごいですよね。これナビもめちゃくちゃ綺麗ですよね。そうですね。はい、今はもう BMW と傘下に入りましたので、うん、多少パーツシステムのところは共通の部分があるんですけれど、はい、本当に見やすく、操作性もすごくいいので、うん、はい、このウッドの綺麗さ、はい、でセンターのこの感じ、はい、もうちょっとね、触れないですね、怖くて。運転席も、はい、メーターは意外とアナログな感じなんですね。そうですね、アナログな形で、うん、はい、この車じゃないんですよね、今日は。そうですね、今日はこの車ではなく、また別のお車、はい、ですよね。そこまでちょっとじゃあ行きましょうか。はい、いやでも本当にこの走ってても揺れないし。そうですね、エンジンとしては V12 気筒積んでるシリーズにはなるんですけれども、はい、本当にこの足回りの柔らかさといい、うん、これ今走ってるところ石畳なんですけれど、はい、もう本当に車内の揺れほとんどない。うん、全然揺れないですね、はい、それが特徴的なのがロールスロイスです。なんかジュース置いててもこぼれなさそうですね。そうですね。全然揺れ振動がないので、はい、はい、いい感じですね、はい、じゃあ早速ね、はい、今からちょっとショールームの方によろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。いやー、まず第一線に最新、最近暑いですので。暑いですね、はい、あ、ここではないんですか。こちらではなくて奥にご用意してます。あ、楽しみにしてます、はい、まあ、ちょっと雑談ですけど、はい、前回のアストンマーティンの動画あるじゃないですか、はい、そこのコメントでもあったんですけど、はい、森田さんの髪型が V12 並みにすごいです。いや、僕もあの時思ってたんですよ、はい、すごいなと思って、はい、僕もそちら拝見させていただいてちょっとクスッと笑っちゃいまして、はい、さあ、より高額な車が集まる。そうですね、はい、お、だいぶ車種変わってるじゃないですか。はい、ガラリとラインナップが変わっておりまして。おお、そして、はい、これ先ほどあった。そうです。あれ、なんでこんな一瞬で。一瞬で、ちょ、瞬間移動。瞬間移動。特にもうあるじゃないですか。実は今回ご紹介したお車が奥の新型のゴーストでございます。新型ゴーストですか。はい、もう中古であるんですか。もう実はもう入荷いたしまして。マジですか。はい、はい、ということでやってきました、はい、今日はこちらですね。そうです。これは新型のゴーストということで、はい、2023年、はい、今年のやつですね。今年の、はい、なんか出回るんですね。で、こちらにあるのがシリーズ2。シリーズ2、一つ前のモデル、1世代前です、はい、あ、なるほど。これ比較できますね。はい、色一緒ですか。ほぼ一緒と。ほぼ一緒です、はい。これ内装とかも。そうです、はい、内装の仕様もすごく似ているようです、はい、見ていきたいと思います、はい、今日は貝沼さんではなく森田さん主演ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ではこちらの2023年モデルのロールスロイスゴーストなんですけども、はい、まあ、主要初見といいますか、はい、まあ、簡単にちょっとご説明いただければ嬉しいです。はい、2023年モデルでございまして、はい、走行距離が約4000キロとなっております。
全然走ってないですね。そうですね、今年も入ってまだ全然日経たないので低走行の車でございます。主要装備としては馬力が571馬力、エンジンが V12 型、トルクが850ニュートン、非常にトルクの発生が1600から発生するので低回転から最大トルクが発生するというのが、これターボでしたよね。これターボ。ターボですよね。はい。はい、そうですか。で、こう横にあるのがシリーズ2で1世代前なんですけど、はい、これでも十分すぎるほどかっこいいですけどね。そうです。うん。まあでも今日はこちらの新型ゴースト。はい。新型ゴースト。新型ゴーストの中でもこちらのモデルはエクステンデッドと言いまして、長いやつ。ホイールロングベースでございます。はい、あ、そうなんですね、はい。ほぼほぼショーファーですねこれね。そうです。ちょっと詳しく見ていってもよろしいですか。はい、これ僕もパッと見でどこがどう違うかというのは分かんないですけど、はい、まずシリーズ2の場合はグリルが少し奥まってるんですけど、はい、こっちはそうでもないんですね。はい、新しいモデルはちょっと出っ張っているっていう。あと大きく違うのはヘッドライトの形状。新型のモデルになってから中がインナーブラックにして、レーザーヘッドライトですよねこれ。次が、はい、こうホイールですね。ホイールですね。これは純正オプションですね。はい、こちら純正のホイールでして、センターキャップのところもここもオプション、カラーリングここのおそらく縁に合わせて施されたっていうのがキャップですね。これ回らないやつですよね。はい、もうロールスロイスは全てもうこのロールスロイスのこのロゴがずっとこの向きのまま、うん、動いたとしても、うん、ずっとこの位置に留まっているっていうような、うん、はい、じゃあくるくる回るやつはロールスロイスじゃないと。そうですね、言い切りましたね今、はい、これでも20インチぐらいですかね。これ21インチ。あ、21ですか、はい、相当大きいですね、はい、でもなんか21に見えないですよね、ボディが大きいんで。そうですね、ボディの大きさであんまりこうホイールの大きさを感じないぐらいちょっと迫力満点なお車になっております、はい、そうですね、はい、でフェンダーのところにロールスロイスのこのロゴですね、はい、うん、これがやっぱかっこいいですね。そうですね。で、いや、やっぱりこのファントムと違ってやっぱゴーストでもめちゃくちゃでかいんですよね。大きいのは大きいですね。うん、これすごいです。ファントムと比べるとさすがにこのゴーストっていうのは少しサイズ的にもちょっと小さいような作りになっているので、うん、比べるとやっぱり大きさは感じるんですけれど、はい、単体で見るとやっぱり大きさはすごく大きい車になります、うん、はい、普通のね、日本の国産車のセダンとは全然違いますよね。そしてリアの方ですね、はい、リアの方もこれもホイール21ですかね、はい、そうですね、うん、はい、すごいですね。これタイヤも綺麗ですね。そうですね、もうタイヤもすぐに仕上げて入庫しておりますので、はい、でリアも、はい、これもやっぱりあの向こうのシリーズ2とは全然違います、ね、そうですね、テールの形状がこうなんていうんでしょう、ギュイッとなったっていうような形が特徴的、うん、ギュイッとなった、はい、関西人ですね、はい、まあこっちはまあ一緒ですけど、はい、まあ、これが新型とシリーズ2一世代前と。そうですね、一世代前。あ、でもまあ一世代前もかっこいいですけどこっちもかっこいいですね。これも全部 LED というか。そうですね、 LED のテールランプ。あ、またちょっと後で光り方とか見せてくださいね、はいはい、詳しく見ていただければと思います、はい、では内装の方をちょっと見ていきたいと思います。はい、では内装を見ていただければと思います。おお、すごい、ホワイトですか。はい、ホワイトカラーになっております。うわ綺麗ですね。これがロールスロイスって感じですね。ではちょっと助手席側もね、失礼いたします。うわ、これドアもめっちゃこれ重厚感あって重たい、すごいですねこれは。でこれドアどうやって閉めるんですか。これドアを閉めるのが実は自動になっておりまして。あ、自動。こちらのお上に引くと、あ、閉まった、はい、こちらがもうこれを上に引くと閉まります。あ、すごい。これはそうですね、これはこちらの現行のゴーストになってからこの機能が。あ、そうなんですか。シリーズ2では自動ではない、はい、シリーズ2では手動ですね。手動ですか。はい、じゃあちょっと簡単にちょっとご説明いただけますか。はい、ホワイトレザーとブラックレザーのツートンカラーになっておりまして、パネルがウッドとなっております、はい、あと一番ロールスロイスといえば特徴的なのが天井ですよね、はい、一度エンジンを。あ、もうエンジンかけてよろしいですか。いいですよ、いいですよ、はい、静かなエンジン。なんですかこのおしゃれな音。
あのシートベルトを着用してくださいという警告音ですね。それが警告音、はい、こんな可愛い警告音なんですか。警告音でさえちょっと心地いいような、全然警告って感じしないですね、はい、そうですね。で、あ、すごい、あ、これオプションですか。おそらくオプションだとは思うんですけど、これもしかして屋根があれですか。そうですね、 あれです。すごい星空だ、はい、シューティングスターヘッドライナーと言いまして、今流れ星流れましたよ、はい、このモデルから流れ星が流れるように、はい、従来のロールスロイスの特徴と言われるものはシューティングスターヘッドライナーではなく、はい、スターヘッドライナーっていう、もう流れ星が流れなかったんですよね、はい、それがこのモデルになってから流れ星が流れるようになりました、はい、これちょっと願い事叶えたんですよ。何ですか森田さんの願い事。願い事は言うと叶わないと聞きますので、はい、あえて言わないように閉める時も実は自動になりました、はい、こう、はい、少し軽く押し込むと、わ、すごい、自動で。ちょっとやってみていいですか。もちろんです。ここをちょっと押すんですか。ここの出っ張りをちょっと気持ち押し込む。ここ出っ張り、あ、これを、はい、ああ、うわ、すごい、さすが幽霊ですゴースト。じゃあせっかくなんでね、このエクステンディッドホイールベースなんで、はい、ちょっとこっちリア乗ってみましょう。これは手動ですか。手動です。手動。じゃあちょっと開けてみます。うわー、これはすごいわ、これはすごい、重厚感ありあり。さあ2人で仲良く後ろ座ってみました、はい、いや、どうですかこれ。そうですね、もうエクステンデとホイールベースが長く、全長も長いので、はい、前の、座席からのもうゆとりが半端ではないです、ね、すごいですね、はい、いや、興奮してますね、はい、興奮です扉を閉めるときはここにボタンがございます。ファントムと一緒ですね。そうですね、こちらを押し込んでいただくと扉が閉まる。いいですね。じゃあちょっと僕もやりましょうか、はい、ここですね、はい、あ、長押し、長押し、はい、すいませんね、失礼しました。あ、ずっと押しとかないとダメなんですね。そうなんです。それも勉強ですね。さあ、そして暗闇になります。暗闇になって、ちょっと流れ星をちょっと動画に押さえたいですね。結構ランダムにどこに流れるかわからないので。お、あ、流れました、流れました。けど一瞬ですよね。一瞬ですね、はい、え、これちょっと明るいところで見てみたいですけど、これ どういう仕組みになってるんですかね。これ天井に約1000以上の LED のライトを照らして、全て手作り、手作業で、はい、作ってるみたいですね。これもし流れ星が流れなくなったら故障なんですかね、はい、おそらくそうなのかとは思いますねいや、まあ前もいいんですけど後ろもね、はい、やっぱりロールスロイスって後ろに乗る車っていうね、はい、それを目当てにここにいただくお客様もいらっしゃるので、特にエクステンデッドモデルであると後ろがすごくゆったりと座っていただけるので、その分後席に座るっていうこともよくあるかなと。そうですよね、はい、これここら辺もなんかいろいろあるんですか。ここで押し込むとこのコマンドがついてるんですけれど、はい、後ろにモニターが、リアモニターございますので、こちらの操作です。これがモニターなんですね、はい、へー、でモニターぐらいかな。とここは小物入れ。あ、小物入れ一応あるんですね、はい、とここはドリンクホルダーです。ドリンクホルダーなんですね、はい、まあ多分こぼれない。そうですね、こぼれない。ステップもちゃんとゴーストってなってますね。はい、これもオプションになります。あ、オプションですかこれ。はい、これオプションです。ちなみにこれ外から閉めるときもさっきと同じように。あー、なんか押した感覚ないですけどね。押し込むって感覚はないんですけれど、強く押し込むと閉まる、閉まるって感じですね、はい、ありがとうございます、はい。
さあ今エンジン回った状態なんですけど、はい、まあ、ここまで来るとさすがに音は聞こえますけど、車内では全然音聞こえなかったですけど ね、 車内にとにかく音を遮るために、うん、音を遮る発泡スチロールのような素材が約100キロぐらい使われているみたいで、はい、100キロって多分相当な量なので、はい、中のフェンダーであったりボディの至る所に詰め込まれているみたいですね。あ、そうなんですね、はい、さあということでね、一応ねこのロールスロイスの V12 エンジンをちょっと見たいなと思って、あ、フライングレディがお家に帰りましたよ、はい、まあ、ちょっとじゃあお願いします。おお、やっぱりでも今頃の中見えないですよね。そうですね、もう中はほとんど見えないですね、はい、ただぎっしり、ここ、これちょこっとちょこっと、あ、これあんまり見れないんですよ、ね、こんな仕組みなんですね。 V12 がこれはクラムシェル型じゃないんで、そうですね、あれですね、はい、ちょっと見えにくいですけどこんな感じですね。もう12気筒が見えないですね、ここ。そうですね、これはどうなんですか、スポーツカーじゃないんでカーボンとかではないんですか。そうですね、カーボンとかではないですね。あ、でもすごいですね、このボンネット1枚でなんか300万ぐらいしそうな確かにそんなイメージ、恐ろしい、恐ろしいですね、はい、これ怖いですね、はい、じゃあちょっとトランクの方を見ていいですか。はい、ちょっとではトランクもなんかすごいたくさん入りそうなイメージですけど。そうあ、この音収録できるかな、なんかすごいフィーンって、これ音も作られてるっていう風に聞いたこともあります。え、そうなんですか、まあ、伝説感ももう分からないんですけれど、某国産メーカーのあのエンジン音作ってるようなそんな感じですかね。かもしれないです。広っ、奥行きが、奥行き広っ、すごい奥まで、これ皆さん分かります、これ奥すごい、これゴルフバッグ3つぐらい詰めてる。そうですね、これ生地もふか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 なんで、ふかふかですね、はい、これすごいな。え、じゃあちょっと閉めていただきますか、はい、ちょっと音収録できるかな。これなんかふわーっていうのね、音でさえ心地いい、心地いいですね、ずっと聞いておきたいですね。そうですね、いやーこれはいいですね、はい、今回のその新型ゴーストなんですけれど、はい、足回りが世界で初めて採用された足回り、お、知らないです、僕。中を見ていただくと、はい、中ってこの中ですか、はい、ちょっと暗いので見えにくいかもしれないんですけれど、はい、とにかくこう瞬時に平坦水平にっていうのがコンセプトみたいで、はい、とにかくこう振動をすごく抑えるっていう意味でも新しく採用された、うん、この新型ゴーストと新しくロールス・ロイスで出たスペクターですかね、はい、に採用されている足回りシャーシになります。はい、こっち見ていただくと前のモデルは明らかにもう見ていただくだけで違いが分かるかな、もう極太が新型には入ってるなっていうのが一目で、はい、分かるようになってますね。それがこの新型ゴーストとスペクターカラーっていうことですか。そうですね、世界で初めて、世界で初めて、まだファントムにも採用されてないみたいです。あのファントムでもまだですか。ファントムよりも乗り心地いいかもしれないですね。その可能性も、まあキャラクターによってまた全然乗り味っていうのも違うと思うんですけど、はい、そうですね、すごいですね、はい、森田さん、はい、ちなみにこのシリーズ2と新型、はいはい、外装色ほとんど一緒じゃないですか。そうですね、ほとんど内装も今パッと見た感じ、はい、一緒じゃないですか。そんなはずは、ね、そんなはずはと思うんですけ ど、 すけど一緒ですやん。一緒ですねほぼほぼ本当に似てますよ。似てますね、白のレザーにウッドパネル、はい、はい、ウッドの色も似てますね。そうですね、こちらはエクステンディッドではないですね。そうですね、通常のゴーストになります。あ、いやすごいな。これはスターライト、あれはあるんですか、ルーフに。こちらはスターライトがなくってですね、はい、こちらはサンルーフ。あ、サンルーフですね、はい、ついてあります。あ、これじゃあ本当新型の方かなりゴージャスですね。そうですね、かなりゴージャスですので、はい、オプション金額も高額な、あ、オプションが、そこちょっと聞かずに帰ろうかないや大丈夫ですよ、僕フェラーリで免疫だいぶあるので、はい、大丈夫です。こんにちは、出てきましたね。これですよね、ロールスロイス、やっぱこれですね。通常のゴーストとエクステンデッドの違い、ここのクロームの部分が、ここが通常のゴーストは同色の色になるんですけれど、はい、エクステンデッドになるとここがクロームのメッキのパーツになります。ああ、新型ゴーストでもここがボディ同色なんですね。そう、
あのエクステンディッドじゃないやつは。はい、これはシリーズ2でも同じことが言えるんですか。いや、おそらくそこはちょっとわからないんですけれど、おそらく同じような形ではないかなと思うんですけれど、はい、いやでもやっぱり凛々しくなりましたね。そうですね、よりこうスポーティーと言いますか、うん、よりこう従来のロールスロイスとはまたちょっと違 う, こう本当にドライバーズカーなんですけれど、はい、運転も楽しめるっていうようなデザインに変わったのかなっていうふうに思います、ね。うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、ロールスロイスの新旧、はい、まあ、徹底比較まではいかないですけど、そうです、ちょっとまあ簡単なところを、はい、ね、いろいろ拝見させていただきましたけれども、はい、メインはねこの子なんです。はい、はい、どうだったですか、初めてこれ見たときは。もう衝撃の衝撃で、もう本当にロールスロイスってここまで、うん、ゴージャスといいますか、うん、静寂性に特化している車っていうのがすごく衝撃で覚えてます。あ、はい、僕からしたらスーツの色とかぶりすぎて、そうですね、ちょっと合わせてきたのかっていう。いや本当ですね、はい、いや乗り心地もすごいいいし、はい、スーパーカーとはまたジャンルが違うんで、そうですね、こういう荒々しさとかないですけど、はいはい、快適性はやっぱりスーパーカーでは勝てないかなと。そうですね、やっぱり、はい、すごい静かで全然揺れませんし、はい、であと何といっても流れ星、そうですね、うん、もう常に願い事を叶えたら願いたくなっちゃうようなんですね、はい、何なんですかねさあ、ということで今日なんですけども、新型ゴースト、はい、果たしておいくらなのかというところなんですけど、はい、はい、ダラララですね、今、はい、はい、こちらが車両本体価格が4950万円4950万円、はい、うん、それぐらいだろうなと思ってますそうですね、総額で、総額、車両、新車価格だと、はい、おそらく大体5300円ぐらいの車ですね、うんうん、はい、全然値段下がってないんです。そうですね、オプションもてんこ盛りなので、はいはい、オプション金額だけでおいくらぐらいなんですか。オプション金額が約1100万円。1100万円、はい、あの流れ星流れるやつは。そうですね、あれもオプションいくらぐらいするんですか。あれで180ぐらい。180ぐらいですか。そうですね、ちょっと安いと思ってしまいます。いや、ちょっとそれは麻痺しているところがあると思う。あの、ね、あの決して安くはないです、ね。あ、そうですね。あの某大馬さんのメーカーをちょっと見すぎると、はい、あの100、あれ180ですかね。そうですね。ちょっと麻痺しちゃって麻痺してきたんですね。はい。そうなんですね。日々ね、このショールーム、はい、車が入れ替わってますので、はい、1週間ごとぐらいにだいぶ変わるんですかね。そうですね、1週間に1台ぐらいは入ってきて、もちろんあの制約いただいて出る車も多い分、うん、その分入れ替わるということも多いですね。車はね、予約して見に来るだけでも楽しいですよね。来ていただけるだけでもいい、ご予約お待ちしております。あ、それでもいいんですね。もちろんです。あ、はい、じゃあ、 あの今ここに出てると思いますけど、はい、あの今日の新旧ゴーストとかね、はい、この辺かな、この辺、新旧ゴーストの詳しいことは、はい、あのGスクエアさんの、はい、ホームページ、そして、はい、森田さんに直電で、直電でお待ちしております。ごめんね、ここ携帯番号です。携帯番号、はい、はい、ということで、また次回ちょっと面白いことがあればぜひコラボでね、もちろんなんか楽しいことできたら、はい、あと激レアな車とか、はい、あれば、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。新作の部屋のサクと森田です。どうもありがとうございました。ところでなんですけど、はい、ほんまに願い事もあんなんですよ願い事、はい、僕はポルシェが大好きなので、ポルシェが欲しいって、まあ、コストまで言うとちょっといろんなメーカーも大好きなので